日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらディッピンドッツというお店のアイスクリームを食べたいと思います。なんか初めて聞く名前ですね。なんか見たところ31のポップイングシャワーに似てるような気もしますが、それとはまた違った美味しさがあるのかな。どんな味なのか気になります。それでは早速食べていきます。このパチパチ弾ける心地よい音と口の中でまろやかに溶けるチョコレートの風味が本当にたまらないですね。これもっともっと食べたくなる。アイスクリームなんですけど、ディッピンドッツって本当初めて聞きますね。どこにあるお店なんだろう。まあ後ろに店舗としてはあるんですけど、本場はどこなのか、どこに本社があるのか、なんだか気になってきました。ポッピングシャワーとはまた違うこの弾ける食感がいいですね。夏に食べたかったかも。だけど冬でも美味しいアイス。詳細なレビューはこの後すぐにやります。ごちそうさまでした。31のホッピングシャワーみたいに口の中で弾けて中にクリームが入っているのかなと思ったんですが、そうではなくこれ自体がアイスだったんです。なのでアイスクリームとはまた違った美味しさ、パチパチ感、甘くとろける食感があって美味しいです。ちょっと遠出したところにあるお店なので、そんなにしょっちゅうには来れないかもしれませんが、また来て食べてみたいですね。というわけで今日はホッピンドンツは5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。